どうも、しばたまです。どうも、しばたまです。ゆまるです。ルーニンです。はい、王というね、もう散々やってこられている企画世の中ね、はい、もう飽和してます、はい、ボロ雑巾のように使い古された企画がね14ヶ月やりましたね。あると思うんですけれども、はい、俺はもうやっぱ王の王になりたい。王企画の王になりたいってこと。そう、王王になりたい。なるほど。まあ、王王になるためにはどうしたらいいかっていうと、はい、これも事前に王のことを知るしかないんですよ。まあ、そりゃそうや、そうですね。カンニングするってことですか、事前に。事前にカンニングすれば王王になれると思う。はい、まあ、だってまあ、王企画がな厳しすぎるんよ、単純に。テスト前広すぎるよ。広すぎるよ。人一人の文章量舐めたらあかんねん、お前。というわけで、はいはいはい、今回やりたい企画は、はい、1週間相手のことを勉強すれば、さすがにワンワンになれるワンワン。なるほど。今回はもう出されるであろう質問を、もうめちゃめちゃ事情聴取して、インタビューして、受験勉強のように、もう相手のことを勉強し尽くせば、全員満点取れるんじゃないかっていう。なるほど、なるほど。いや、当たり前ですよ、そんなね。なるほどね。僕らね、定期テストが勉強得意ですから。大得意です。大得意。お、今回ノエリンの、ノエリンのオウオウになりたい。おー、プライベートが謎に包まれているという噂だ。いや、そうなんですよ。意外と簡単だよ、意外と無理。いや、難しいね、ノエリンが普段何してるか。気分やおてんば少女ですね。はい、マジで無理です。ノエリンを1週間研究するってこと。そう、1週間。いや、1週間で可変ですからね、もう、まあまあ、答えが。そうなの。だから不変なものから聞いてた方がいいな。まあ、そうですね。あ、そうですね。そうね。なるほどね。逆にほんまガチ勢の人とかだったら、毎日同じ質問繰り返して誤差取っていくっていう。標準偏差取っていくっていう。確かに確かに確かに。やりたいならやってください。確かに取りましょう。そういう人がいるなら。確かにね。はいはい、はい、というわけで1週間後ボウを目指して頑張りたいと思います。メイクダウンボーイズスカッパー。では質問させていただきます、はい、お願いします。まずですね、はい、本名教えてもらっていいですか。さん、フランスの行ってみたい都市どこですか。パリです。パリ、はい、パリ行きたい。三色団子で一番好きな色はどれですか。あ、ピンクです、ね、ピンク、はい、三色団子ピンク買います。携帯のキャリアはドコモです。ドコモ。おーって、そんなこと聞きたいって。いや、でもどこで来てか分かんない。入念に王道から攻める。確かに確かに、それはまあ確かに分かるんやけど、王道はあんまり出えへんのかなっていう。ちょっとまあ出るか出るか。好きな位置は1.8。 あ、 1.8、 F1.8、 はい、好きな画角何ミリ。ちょ、はい、突然呼び出してごめんなさい、今日は本当に。あ、そういう設定で。あ、そう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 、めっちゃ熱いよな。何これ。何これ。動きでもするの。石川県出身ですね。そうです。はい。石川県金沢市。そうです。 OK。 好きな食べ物とかありますか。昨日は麻婆豆腐とか食べたかったな。難しいぞ、この女。難しいぞ。麻婆豆腐ね、とりあえず。麻婆豆腐です。麻婆豆腐、豆腐、ご飯は別に分けていいかな。まあ、じゃあ麻婆丼。はい、ということでね、まあ、まあ続きなんですけど。はい、やります、はい、趣味はね、知ってますね、キャンディークラッシュですね。最近ね、4戦面クリアしたらしいですね。はい、やばいです。みんなも1年間続ければここまで来れます。なんで1年間キャディクラッシュやってるんですか。性格はまああれですね、まあ気分屋ですかね。まあ優しくておしとやか。そうですね、まあちょっと怒らせると怖いです、ね。はい、そうですね。100万円もらえたら何使うか。カメラじゃない。100万円だったら、でもその周辺機器揃えたい。いやーね、マジで今周辺機器いいよ。マジで俺今周辺機器むっちゃハマってて、マジでそろそろ俺ね、もう商社マン3年目みたいな家が出来上がりまして。いや、でもルンバも結構憧れる。いや、すごい今本当に。いや、俺マジで、まあ、あと2ヶ月後ぐらい。何聞くんやろ。好きな普代大名は。知らない。トザトザ。知らない。好きだった。知らない。サトシにサトシ以外の名前をつけるなら何何し何し。何よし。し決定。ただし。おただし。その目も何。何味噌が好きなの。
いや、そこのこだわりはもうない。なんかしょっぱいのが好き。血圧は高め。え、でも低いです。健康診断血圧は低い。症状はいつから？ほら、何かや。好きな野菜は？ナス。急に。好きな地上絵は？ナスか。好きなバスターミナルは？バスター。え、好きな麺類は？パスタ。アワナビア？ポップさん。特技はありますか？特技か。でもめちゃくちゃ内股にできるっていう。ちょっと見せていいですか？ここまでできるんですよ。すげー。もうどんかくやったで。それで言うと、でも私も腕を180度回せる。え、ここあるやんか。ほら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 、うん、恐ろしい。すごっ。いえ、回転コンビで。回転コンビ。もう飽きました。これじゃあ4人目不利やんけ。4人目不利やない。ということでこれ作戦で、はい、俺20個しか聞きません。おそれぐらいにしといた方がいいんじゃないかってことと、あとちゃう質問が来た時に対応できるような性格を分析する質問をすると。まずじゃあ一つ目の質問、はい、アベノミクスとアベノマスクどっちが好き？これ来るから、これ来るから。アベノマスクですかね。そのタイプの人ね。わかるわかるわかる。結構性格分析できました。この性格分析できるよ。こちら最近脳みそ使ってないから。こちらよし、次の質問ね、はい、2個目の質問、はい、令和の次の元号なんだと思いますか？あー、でも明るいっていう文字なんとなく入ってそうだなって思いました。この漢字を言う人の特徴は、はい、今暗いということです。、はい、あー、自分に求めてる。そうです、だからあなたには今光、あなたは今闇属性なわけです。で趣味でしたってます。やってないよ、全然。こういう会話から、はい、あなたの心の中にしかいないノエリンを紐解いていく。いやいやいや、違うって違うって。1週間経ちました。皆さん完璧でしょうか、準備は。いやいやいや、もう、マジで研究室でここに来てるでしょ。来てるで、俺来てる。ノエリンの好きなエアコンの設定温度知ってるからな。あー、そのぐらいですか。俺アベノミスクとアベノマスクやったらどっちが好きとかしてる。質問者誰や思ってる。アベノミスクとアベノマスク。え、ピラマルさん何聞いた？でも最近の購入品とか。でも濃度薄いわ。あー、濃度薄いな。最近の〇〇なら全然浅い。今回、はい、最下位となる人物が現れた場合、はい、一つだけ、あ、一つだけノエリンのどんなお願い事も叶えること。やった。いやいや、無料の最初だけ今回は20本用意しました。ほらね、だっほらなんか20個全部当たってたらもう俺満点だから。それただの占い師だから。でもあの、そうなるとアベノミックスのやつ出てくれな、困る。シンプルにお前、わが王もしてるってことだから。じゃあ、いきます。はい、第1問、はい、ノエリンの血液型は？はい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 。はいはいはい、もう言うまでもない。はい、いきますよ。基本的ですよね。もう当たり前ですよね。電源さん。ねえ、電源さん。ちょっと。その満点具。おい、もう満点しかない。でも俺 B 型って聞かずに B 当ててるから。それは元から知ってて、あのこれ元から知らんかった、知らんかったけど。はい、じゃあ次いきます。ノエリンの
好きな食べ物は何ですか。いやもう俺クソゲーなんだよなこれ。もう知ってんだよ俺これ3つ言われたしマジで、これちなみに昨日時点です。びっくりする、俺が聞いた質問こうへんねんけど。ちょっと待って、これ当てたら正直めっちゃ褒めてほしい。めっちゃ褒めてほしい。2問目でそれ言わんといて。早すぎ。はい、じゃあオープンしてください。せーの、パスタ、麻婆豆腐、ネギトロ丼、ラーメン。うわっ、これ言ってました、マジで全然言ってたんだ。マウオフとパスタ僕聞きました。全部言ってたよな、これ。そう言ってた。それ俺何も聞いてないのに聞いたパスタ答えてんの。それすごいです。すごくない？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 じゃあ、答え合ってみます。これマジで、でもさ。これ俺やってたらマジで。いや、頼む、来い、頼む、頼む、来い、来い、マジで。好きな食べ物は何ですか？来い、行ってな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 い。今日時点な。もう。マウオフ。あお話ししたやん。この時は麻婆豆腐が一番好きですから。やばい、将来絶対浮気すんだろ。マジで今日ラーメンって言ってたから、マジで。やばい、でも節早くも終了。やばい、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 お前生き残れよ。お前生き残れよ。お前もう俺の希望と欲しいやん。いやでも絶対無理。はい、行きます。好きなタイプの顔は、せーの、3、黒髪、塩顔、笑顔の目の塩が多い、塩顔。好きな顔は吉沢亮です。あ、そっちかよ。そっちかよ。そっちかよ。いやいや、ハマっていることは何ですか。映画。キャンディークラッシュ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 。はい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 。次の問題いきます。今日何時に起きましたか。はい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 。いってな。じゃあこれは一番時間が近かった人にポイントをあげます。なるほどね。おー、オッケー。それではオープンしてください。せーの、ドン。15時半、16時、14時、3ティーム3時。いや私のことないけど。いや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 、合っとるやろ絶対。いや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 、根拠あって、根拠ありますこれ。根拠あるんですよ。金曜日は授業ないんですよね。起きた時間を言わへんと思う。指導し始めた時間を言う気がする。あー、動き始めたのはこの時間ですみたいな。さあ、じゃあ答え発表いきます。お願いしてみるわ。今日何時に起きましたか。今日は質問日ね。あ、今日は8時12分。なんやねん、嘘ちゃん、これ嘘だろ。なんで12って覚えてんの。いや、なんかその日4時に寝たんですよ。で、パッて起きて、何時って思って、え、4時間しか経ってないのっていう記憶で覚えてた。嘘つくのやめてもらっていいですか。それはノエルじゃありません。違います。もう、ほんまに別人です。マジで、そんなに。そうなると、花尾さんが一番近い。確かに。いや、いいですか。確かに。4時間離れてしまって。先ほど言いましたね。え、一番近い。いいですか、6時間離れてていいですか。じゃあ、0.3 ポイント。よっしゃい。はい、じゃあ次行きます。ナイス。小さい頃の夢は何ですか。ありがとうございました。ありがとうございました。それもね、聞こうと思ったよ。いや、こんなん言ったけ、マジで。いつも3対1になってる。ありがとうございました。いいよ。はい、はい、じゃあ行きます。せーの、パン屋さん、警察官、パン屋さん、警察官。すげえ。言ってた、言ってた、言ってた、言ってた。ノエリの口から言ってやるけど、ノエリの真相知り合い。真相知り合い。言ってた、言ってた。行きまーす。小さい頃の夢は何ですか。小さい頃は婦人警官。おー、よっしゃい。次の問題、現在の夢は何ですか。まあまあまあ、はいはいはい。いや、これでも違う答え書きそうな。これで一応こう言ってた、こう言ってたことにした。試合がある。歪めんな。はい、それではオープンしてください。せーの、はい、応援。楽しく生きること。楽しく生きる、楽しく生きる。はいはい、オーケー。これはもう分かる、分かる、分かる。これ言ってた、言って近いことは言ってたけど、そう、言ってないと思うで。言ってないと思うで。今回は変わらずにっていう話だから。はい、じゃあ行きますか。現在の夢は何ですか。現在の夢は楽しく生きる。よっしゃー、楽しく生きる。ほぼ楽しく生きる。満点、満点、満点。次回、圧倒的不利に思われたチームシーニの伝言。しかし彼の反逆はこっからが本番だった。驚愕の質問宛に一度は奇跡を目の当たりにする。君はこの戦場を生き残ることができるか。次回、愛を込めて札束を。これちょっとほんまやばい、神回。これ10回目を一人で。